松田ズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の九里、対するスワローズの先発は左の高橋、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。ピッチャーを交代します。九里降板、右のコルニエル、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第2球投げた、2球目ストライク、第3球を投げた、見逃し三振。4回の表が終わって3対1、スワローズ現在2点をリードしています。スワローズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番山田、第1球ストライク、いきなり162キロ、第2球投げた、決まった、ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、打った、センターへの打球、センター前に掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、第9球投げました、ボール、投げました、ボール、第3球を投げました、空振り、第4球を投げました、バットの先、キャッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番サンタナ、これが3度目のバッターボックス。直球ストライク、アウトローへ、いきなり160キロ、投げた、低め決まってストライク、これで追い込みました。投げた、打ちました、打球は右中間に上がった、ヒット、サンタナナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは中村、今日2打点を挙げています。投げた、初球から打ってった、センター下がった、取って、これで3アウト、チェンジ。一塁ランナーサンタナ残塁に終わりました。5回の表が終わって3対3です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはオスナ、今日はフォアボールとライトフライ、ストライク、まずは決めてきました。投げた、打ったに当たりだ、ワンバウンド、ヒット、オスナ一気に二塁へ、オスナツーベースヒット、カープピンチを迎えます。さあリプレイです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは西浦、今日はフォアボールとレフトフライ、ストライク、いきなり161キロ、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー三塁に進みました。カープなおもピンチが続きます。第1球カーバーストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打った、これは犠牲フライになるか、掴みました、三塁ランナーはタッチアップ、アウト、タッチアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ダブルプレーでピンチをしのいでいます。6回の表が終わって3対3です。カープ敗れました。ご覧のように本日の試合は東京ヤクルトスワローズが勝ちました。勝ち投手清水、負け投手フランスアでございます。さて本日のヒーローは内川、本当に今日は大活躍でした。